ょっと一回潮吹きを説明してもらっていいですか？ AV 女優が説明する潮吹きって何ですか？そうですね、演出の中で実はこれ痛いんだよとか、あこれが入ってると、まあ、やるけどいやこれかみたいな、あいやもうそれこそプライベートでは全然しないと思うんですけど、うん、もう今だから言えますけど、はいはい、あの硬すぎる大きすぎるで NG にしたこともあります。え大きすぎるは想像つくんですよ、痛いかなとか、はい、硬すぎるって何ですか？なんでしょうね、なんか棒、鉄の棒みたいな。シェリーのお風呂場。アヒルちゃんたち、今回は AV の裏側をいろいろ教えてもらうために遊びゆまさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。以前あのテレビの番組でご一緒させていただいて、はい、その時にいろいろねあのお話できて、あ面白いと思っていやもういつかねお風呂場に来てほしいなと思ってたんですけど、いやもう私シェリーさんが、はい、お風呂場を始めた当初からはもうシェリーさんももう本当こういうのやってほしかったっていう思いで、嬉しい、もうずっと気になっていて勉強させていただいてるので、いやめちゃくちゃ嬉しいです。本当に光栄です。10年前ぐらいですよね、多分もうめちゃめちゃ活躍されてたのって、その AV 女優としては。そうですね、うん、私がもう辞めて8年ぐらいに、あ10年近くなるんですけど、もうそうですね、当時8年ぐらいやっていたんですけど、結構前もうだから本当絶世期に、もうめちゃめちゃ売れてる時に現場を離れられたってことですよね。そうなんです、私がちょっと病気をして、うん、それをきっかけにまあ卒業というか辞めるっていう形になったんですけど、はいはい、それまではもうバリバリ元気でして、うんまあ、200本近くぐらい出演させていただきました。すごい、もう結構だから検索してもらったらまあいろんなショーとかいろんななんかあれを塗り替えてるんですよね、いっぱい塗り替えてるはあれですけど、ね、でもあの調べるときはちょっとあの場所を多分選んで、確かに確かにね、行った方がもちろんいいかなと思います。そうですよね、はい、なのでもうもちろんやっぱりいろんな作品に出られてるし、いろんな経験もされてると思うので、今日はそのリアルなあの AV 業界の話を聞かせてほしいなと思って、はい、ちょっとガンガン聞かせてもらいますぜひ女の子に聞かれないですか？なんかセックスのアドバイスとか。聞かれます、うんうん、特に現役だった時は潮吹きの話だった。潮吹きの話ね、潮吹きで1本取れるんじゃないかっていう本当にちょっとで止まらなくなりそう、うん、ちょっと1回潮吹きを説明してもらっていいですか？ AV 女優が説明する潮吹きって何ですか？でもそうですね、あの多分ポイントがいいところが合致して、うんうん、出ちゃうパフォーマンス的なものちょっと難しいな。聞いたか、パフォーマンスって言ったぞでもさ、ここなんですよ。これはあの私ね、結構世の中の女子で困ってる子多いなと思って、うんうん、この潮吹き AV の潮吹き好きのせいでそういうものだと、女の子の体ってそうなんでしょ、気持ちいいとそうなるんでしょって思ってる男子が本当に多い。あの、まあ、そもそもごめんね、アヒルちゃんたちでもし知らない人がいたら、 AV の演出の中でよくそれこそ女性を喜ばせたりとか、女性がセルフプレジャーの中でももしかしたらあるかもしれないけどっていう時に、女性版射精みたいな見せ方で気持ちよくなった時に液体がこうピュッて出るみたいな演出があって、はい、それを女性が言ったとするみたいな演出が結構よく出てくるんですよね。あそうですね、結構そういう潮吹きものとかっていうのもね、うんうんうん、あったりするんですが、で変な話、女性女優さんの中で潮吹きができるできないみたいなもので結構ちょっとこうプラスに働いたりってこともあるんですよね。あそうです、やっぱ体質で吹きやすい方っていうのが、うんうん、そうかそうか、いたりとかもするので、うん、それはその人の本当もう才能的なものだとは思うので、うん、けど、まあ、吹きにくい子でもやっぱり男優さんがすごくやっぱあの女性の体を知っているので、あそれどうすれば出るか出るかっていうのは多分熟知された上で
こうしてくださってるっていうのがあるので、うんうん、拭きやすいっていうか拭くっていうことにも結論的にはなりますね、うんうんうん、でまあそのパフォーマンスって言ってましたけどはい、はい、あれはやっぱり今からこの潮吹きのシーンを撮りますっていうことで撮ってるし、はい、お互いにそのつもりでその潮吹きと向き合ってるってことですよね。いやもうそうです、もういい絵が撮れないかなっていうところで、うん、もう吹かせようとしてる側と吹こうとしてる、そうですそうですそうですそういうことですね。ってことですよね、はい、うん、でその演出を撮るってことですよね。そのために撮影前にめちゃめちゃ水を飲んだりとか、うん、やっぱ本当なんだ、その多分吹きやすい状態に持っていくとか、うんうん、っていうのもあるんですけど、まあでも成分はおしっこだっていうふうに言われてますよね。私は、まあ、そのおしっこの出る前のものなのかなとか、なるなる、ちゃんと調べたことがないので分からないんですけど、うんうん、だから、まあ、要するにだから水いっぱい飲んだら出やすくなるってことは、まあ、そういう仕組みですよね。体の中を通ったものが出るようになってるっていう、はい、だからそれをこう準備とかもあるんですね。潮吹きのシーンの前に水をいっぱい飲むとか、うん、とか、はい、なんか吹かせるのが得意な男優さんとかっていうのもいたりとかするので、うん、多分その監督さんが選んで呼ばれたりとかっていうのはあると思います。へえ、うん、それはあの普段のセックスで求められたことってあります？それさせたいみたいな、させたいかもっていうのはない。ああでもあるのかな、ちょっと待ってください。言わないだけで実はしてたかもしれないみたいな、ありますね、多分あります、うん、こうちょっと激しくなったりとか、結構それ言われたことあるっていう女性多いと思う。あーねーねーとか言ってうんうんうんって女性誌のみんな、うん、でもそこは体質であり、うん、そのあくまでやっぱそ男の人の方がいろいろ多分熟知をされてるっていうのがあると思うので、うんうん、本当に無理とかそういうのは絶対してほしい。塩はっきり言って吹かしてほしいって思ったことあります？吹かしてほしいって思ったこと、その普段のセックスでなんか、あこの人が潮吹きをさせるのが上手な人だったらなって思うことってあります？あでも触り方上手だなっていう方は、うん、この人だったら身を任せられるかもしれないっていうのは、あなるほどね、それはまあ普通にセックスの一端として一環として、その延長線上にちょっと盛り上がったものの中に、あなんかそういう吹いちゃったねみたいなのはあるかもしれないですけど、うん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 、そこを目指してっていうのはないですよね。ね、そうだからそこ目指されると、うん、興ざめもするしそうだからすごい頑張ってるみたいな感じで、なんかごめんねみたいなのもありますよね、きっと、うん、多分無理だよみたいな、うん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 、そこを目指し出しちゃうともう無理だっていうのを、うん、一般の人は多分ありますよ ね、 そうですね。だから潮吹いたってことはつまりは気持ちよかったってことではない、はいですよね、気持ちではないです、イコールではない、イコールなんかなんかすごいいいとこの、あなんかツボみたいなのが、はいはいはい、あなんかそこかやばいかもみたいなのが、はいはい、たまたまこうで潮吹きの場所だっていう、でそれを見つけるのが上手な俳優さんがいて、はい、じゃ あの男子が みんなそこを必死で探したとてそれが気持ちいいっていうわけじゃないから、うんうん、そこをゴールにする必要ないですよね、はい、なるほどね二人がしてみたいっていう、うん、ハッピーな、あ確かに確かにハッピーな感じだったら、うん、なんかねまた話は違うと思いますけど、いいと思う、うんうん、でもその普通のセックスの中で普通のプレーでそこっていうのはちょっとね違うかなって思います、うん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 、そうですよね、なるほどね。そもそも始めるきっかけって何だったんですか？始めるきっかけは、うん、私その当時18で上京してあのグラビアを始めていたんですけど、留学がとにかくしたいっていう目標があってきたんですが、うんうん、その時にそのグラビアをやっていた事務所のところでこういう話があるよみたいなことを言われ、もう自分の胸ちょっとコンプレックスもあるけど、うんうん、昔からそうグラビアとかやってたらって言われて、うんうん、興味を持って、でもその会社に言われて、はい、えっ AV ってなったんですけど、うんうん、まあ、人生一度きりだし、その時いろいろ抱えてた夢とかいろんなことを思った時にする決意をしました。へえ、うん、その時はちょっと前向きな決意だったんですか、それともちょっとこう大丈夫かなと思いながらの判断だったのか。あそれに至るまではもう全然前向きなもちろん気持ちではなくって、あへ決めるって時はもちろんやってやるぞっていう気持ちだったんですけど、うんうん、まあ、その当時母親に、うん、今こういう話をされていてって、まあ、ちょっと家庭の環境とかがあんまりこういい環境とかではなかったりとかして、うん、もちろん私は隠してするつもりはなかったので、うん、母親にこういう話が来てるんだけどっ
って言った時に、あなたの人生だからあなたが決めなさいってすごいかっこいい言われて、うん、私としてはあんた何言ってんのっていう、いや確かにイメージはありますよね。イメージ、そういうリアクションを求めたんですけど、うん、そういう感じと思って自分で考えて、うん、よしじゃあしようってそこで決意決めた。その時にこんないろんなこうそれこそ歴史を塗り替える大事になるとは、ね、だからそれこそだからちょっとその夢である海外留学とかそういうことのお金のことを考えてみたいなところはあったってことですよね最初は。そうですね、お金と、うん、家庭のことを考えてっていうのが大きかったですね、うんうんうん、でもその時にレアなデビューの仕方というか今までにない、その昔ってレンタルとセルっていう2種類のこうなんだろう出演方法があったんですけど、別々だったんだ、はい、へえ、いわゆるツタヤで借りるレンタルのもの、はいはい、うん、もう本当 DVD ショップとかそういうアダルトショップでしか買えないセルっていうのの2つがあったんですけど、はい、あの私の場合それを両方のメーカーから出しましょうっていう、すごいそれって今までにない経験だよって言われて、そんな感じなんですかみたいな、うん、確かに自分の価値というか、うんうん、期待されてるってことですよね。そうです、それもあって、じゃあだとしたらもうやれるとこまでっていうのも、はい、大きかったですね。へえ、うん、でも思い切ってチャレンジしようと思ってそこからは、はい、とにかくいろんな作品に出るようになって、その時ってなんかこう自分の中でルールとか、そのなんかこうこういうのはやりませんみたいなのはもう決めさせてもらえるんですか。はい、あ、はい、事前にもうそのデビューする前、まあ、今はいろいろちょっと多分変わったりとかね、うん、してるんですが、私の、まあ、時代の話ですと、はい、まずそういうなんかいわゆる三大 NG っていうのがあって、はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、そこを全部 NG にしてもいいし、はい、一個だけ無理とか、あ、そうです、自分で選べますし、うんうん、あとはそのいわゆるファブっていうんですか、はい、例えばテレビ出演はダメだけれども、うんうん、あの雑誌はいいですよとか、なるほど、パブリシティ、あ、そうです、なるほどね、そういう顔バレ、だから隠して出てる人もいるから、なるべくあんまり世の中の人に知られたくないっていう人もいるから、はいはい、それも最初に契約するんだ。そうです、最初に。へー、なるほどね、だからある程度なんか知識がないとちょっと怖いかもしれないですね、うん、後で。そうですね、私はその時、うんうん、私はもうやれるところまでやって、うん、もう最初はやっぱり職業上隠したいなっていう気持ちもあったんですよ、うんうんうん、友達がどういう反応するかなとか。確かに確かに。でも私は友達にもこう相談した上で、自分がやりたいって思ったら絶対こう感謝を忘れずに やれるところまで、あの、やってみたらいいんじゃないとか、うんうん、で友達もそう応援してくれる子がいて、自分のことを理解してくれる子がいたら、それで私は頑張れるっていう気持ちでいたので、うんうん、なのでそういうタブとか、うん、気にせずもう、もう全部してください、やってやろうじゃないかっつって、はい、へー、まあ、それが功を奏してめちゃめちゃ売れて、はい、そうですね、ね、あのセルもレンタルも、うん、もうすごい記録をたくさん残してきたっていうことなんですけど、はい、NG を出せばじゃあもうそれはしなくていいっていうことで、例えば現場に行って、はい、いいじゃんいいじゃん、ちょっと今日これだけお願いみたいなことは大丈夫だったんですか。あ、それは絶対ないですね。へー、っていうのも撮影する前に、うん、まず面接、監督面接って言って事前の打ち合わせ、今回こういう内容でやりますと、うん、あ、それは監督さんによってやっぱ作る台本とかもやっぱ違うので、うん、はいはい、こと細かにこう対応を書いている監督さんもいれば、はい、もうその2人のセッションでみたいな。へえ、ちょっとアドリブみたいなこともあるんですか。あ、はい、まあ、その呼吸というか、はいはいはい、ダンスみたいなことですもんね、はい、うんうん、慣れて来たりとかすると、うん、ちょっとじゃあお願いしますよみたいなのがあったんですけど、新人ちゃんとか、まあ、そういうまだ経験がない子とかは、うん、もう結構監督が指示してくださったり、そうかそうか、演出っていうのはあります。へー、でそれを台本をチェックしながら、これちょっと嫌ですとか、はい、これはちょっとやりづらいですみたいなことを言っても大丈夫なんですか。あ、もちろんです。へー、なんか私も結構台本見ながら、例えば最後のなんかこう発射というか射精とかも、はいはい、こういう方の方がいいんじゃないですかとか。そうかそうか、はい、やってったらそうですよね、はい、自分でも演出いろいろこうこだわるようになりますよね絶対。っていう、そうこだわりのポイントとかは全然受け入れていただいたりとか、うん、事前にそういう打ち合わせっていうのは必ずあったので、うんうんうん、はい、そこは内容はちゃんと確認していました。じゃあ実際撮影する日になって急に演出が変わるとか、それこそ相手の俳優さんが
思わぬ動きをするみたいなことはないんですか？思わぬ動きをする、え、何触ってんのみたいな。あ、いますよ。あるんだ。例えば、うん、急に脇を舐めてくる男優さんがいるとか、それって言ったら、まあ、アドリブなわけです。確かにそれって乗り乗ってないことだから、すごい私としては嫌なんだけどなって思ったら止めてもいいんですよ、うん、あ、なるほどね。でもやっぱこう呼吸っていうか、こう、はいはい、用意ドンで始まってるので、うんうん、流れだったりとかあるので止めにくいっていう時もあります。でもそこで嫌だったら、すいません、ちょっとあの男優さんが苦手なので次から NG でっていうのもできるんですね。できるんです。そうか、そりゃそうだ。もうだってね、すごい親密な撮影だから、はい、それこそ、うん、もう今だから言えますけど、はいはい、あの硬すぎる、大きすぎるで NG にしたこともあります。え、大きすぎるは想像つくんですよ。痛いかなとか、はい、硬すぎるって何ですか？なんでしょうね、なんか棒、鉄の棒みたいな、なんか硬さも違うので。硬すぎると痛いってことですか？あ、まあ、そうですね。で、例えばプレーによって激しく見せなきゃいけないものとかも、うんうんうん、例えば硬すぎる方だとすごい奥の方にぶつかっちゃって痛いなとか、でも感じ方が人それぞれなので、うんうん、自分は大丈夫でも、うん、他の女優さんは全然大丈夫ってこともいるので。それこそだからよく言う体の相性ってことですよね、はい、まさに。そうです。へえ、これ大丈夫ですかね、こんなに言って。いや、めちゃめちゃ興味ある、はい、そうか、そうですよね、はい、そりゃそういうこともありますよね、きっと。あります。だとなんかやたら耳を舐めてくる方だったりとか、はいはいはい、あの私がちょっと苦手だったのが、うん、台本で一応こうしているので、うん、私もこう役に入っきってるんですけど、うんうん、すごい耳元でなんか好きだよとか。へあ、それはなんかもうマイクが拾わないぐらいの感じで。へえ、それは私はちょっとやりにくいなっていうので。いや、なんかえ、どっちみたいな。いや、本当に言ってんの。でもそれで多分男優さんはあの気持ちを高められたりとか、それぞれやっぱ皆さん持っているものとか、あの好みがあるので、うんうん、なので私はちょっと最初は何も考えてなかったんですけど、うん、やっぱどんどん長年やっていたのにこだわりだったりとか、うん、その自分のものっていうのが見えてきたので、うん、結構あの聞いていただきました、うん、ありがとうございます。そっか、だからもう相性ですよね、はい、でめちゃめちゃやりやすい俳優さんっていうのは浅見さん的には何がこう、私の場合その、うん、相性と痛いとかそういうのは別として、うん、監督さんが意図しているものをちゃんと理解してこの作品に一緒にこう取り込んでくれる方っていうのがとてもやりやすかったですね。へ、うん、だからそれはやっぱ2人で 一つの作品を作ろうっていう、はい、なんかチームワークができるみたいな。そうです。あとはなんかこうさっき言ったダンスじゃないですけど、はいはい、あ、私次あっちのタイでやっていきたいと思ってるんだけどなって時に、うん、多分何も言わずと多分スムーズにそういうタイに持っていく上手な男優さんとかもいて、そういう方はやっぱいわゆるベテランの男優さんとかすごくやりやすかったです。面白い、なるほどね。そうかそうか、なんか AV だからこそやってる演出って、だから例えば、はい、今までその作品の中ではめちゃめちゃやらされるけど普段のセックスで絶対しねえよみたいななんかあります？いっぱいありますよ。いっぱいある。とにかくやっぱきつい体勢の壁にで足を上げるとかは、はいはい、普段では絶対しない。足つりますよね。確かに壁に向かって Y 字開脚みたいな。ああ、なるほどね。映像的にはすごい迫力ありますもんね、はい、そうか、まあ、確かにそういうのとか、ね、あとは私が踊る、あ、でもそれはちょっと違いますけど、うんうん、なんか背後霊としてるとかっていう演出もあったりとか、それはちょっと違うので、うん、なんだろうな。あとおもちゃとかもそうですね。はい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 、うん、おもちゃ、え、例えばなんかその作品にはよく出てくるけど普段は絶対使わないおもちゃとかあります？ あります。見たことないような、なんかなんだろう、先っぽにいわゆるこうローターみたいなのがついて、うん、はいはい、刺し棒みたいな感じに頭にローターついてるみたいなのがあるんですね、うん、そういうのとかも、うん、こうわざとちょっとこうとかも
プライベートで使ったことないですし、それでちょっと思い出したことがあるんですけど、そのバイブも AD さんが綺麗に持ってきて、はいはい、どれにしますかって。自分で選ぶんですか？はい、へえ。それも選べました。へえ。硬さとか、うんうん、見た目とかっていうのも、ま、それもやっぱ監督さんによるかもしれないんですが、うんうん、そうやって選んだりっていうのもしました。へえ。そうかそうか、まあ、それは当然一番自分が気持ちいいと思えるものを使った方がいいですもんね。はい、そうです。演出じゃなくても例えばその男優さんの触り方とか、はい、まあ、カメラへの見せ方みたいなのでよく出てくるけど、これも普段全然してほしくないっていうプレーとか、なんかその触り方とかあります？さっきなんかね、あの脇舐めるとか耳舐めるとかあったけどあんまりそういうのは好きじゃないんだなっていう。 あれですね、多分舌をいっぱいこう伸ばしてなんか舐めてますよアピールみたいなのはちょっとプライベートでするされても困るかもしれないです、ね、面白い。そっか、舐めることの、目的は AV の中だったら舐めてるっていうことを見せることですもんね。はい。だけど当然普段のセックスは舐めてる姿は誰も見てないから、うん、その舐めた先の感覚を大事にするけど、はい、舐めてるのが舐めてるっぽく見えるように見せる演出ってことですよね。そうそう、分かる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 。だからなるほどね。ね、2人の程よい塩梅というか、うん、それぞれの強めに舐めてほしいとか、はいはい、弱めに舐めてほしいとかあると思うんですけど、そうちょっとなんか俺やってますぞみたいなのは、はいはいはい、それって結局全部に共通してません、まあ、もちろん一概には言えないですけど、はい、いわゆる AV を見て真似しないでねの根本にあるのって、その男優さんがやったってるぜの感じが普段のセックスにはいらないよっていう、いらない、ね、やったってるぜは出さなくていいんですよね。そうです、どうだっていうのは、そう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 、やっぱ2人のセッションなので、うんうんうん、あとは、うん、あ、ガンシャーとかですか。あ、そうか、あれはやっぱすごい好きですよね。 AV の演出として、はい、ガンシャー好きよね。わかんない子がね、もしアヒルちゃんいたら、あの顔に射精をすることを最後をよくガンシャって、あの AV 業界では言ったりするんですよね。そうなんです、うんうん、顔でフィニッシュするってことを、まあ、うん、ガンシャって言うんですけど、私はプライベートでそれを求められたこともないんですが、やっぱちょこちょこなんか例えばコメントとかでもそういうのを求められるんですけどっていうのを見たりとかするので、あ、そうか、うん、やっぱだから一般の男の子にはそれはしていいと思ってる子がいるってことですよね、うん、そうですね、あととかしたいって思ってる子がいるってことですよね。だそれはやっぱ良くないのかな、良くないというか女の子が好きって言ってたら、うん、そう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 、うんうん、それが興奮するっていう、はい、2人が思ってるんだったらもちろんしていいですよね。あとはなんか生じゃない作品っていうんですか、はいはい、普通の作品はもちろんコンドームも必ずつけるので、射精するタイミングでそのコンドームを男優さんはカメラが映ってないところで撮るんですよね、うん、ねえ、知ってた？これ私も以前ねご一緒した時この話すごい面白かったの。これが結構言った大優さんのちょっと見せどころなんですよね。その AV 業界的に言うと、さっきまでコンドームをした状態でセックスしてたのを最後射精の瞬間を見せる時にいかにサッてそれを外してバレないようにするかみたいなのがあれなんですよね。はい、あの流れで、うん、はいはい、乗ってるのにささってできるのかっていうのもさっ、なんか抜いてパチンみたいなのがはい、はい、あるんですけど、うん、どうやらそれをなんか頑張ってしてしようとする男の子もなんかいるって聞いたことがあるので、それはしなくていいよと、はいはい、確かに確かに、はい、もっと言うとあれを本当にコンドームしてないと思ってる多分こういますよね。コンドームをする瞬間も演出的には映さないし、当然、はい、外す瞬間も映さないから、今度もしてないと思ってる人が結構多そうですよね。そういう見せ方にもしかしたらしてるっていうのも意図としてあるかもしれないですけど、うんうん、あの必ずします。で AV って多分 見たことあるじゃないですか、なんとなくこうみんな、はい、だけど意外とその撮影現場に入って、あ、こんな感じなんだって思ったのなんかありました？なんか私最初にこう AV ってラブホーに行って撮影するんだろうなっていうイメージでいたんですけど、こうハウススタジオに行って照明さんとかもたくさんいて、
で男優さんとかも極力話さないんですよね、あんまり。へえ。スタッフさんとかともそんなに話さなくて、へえ。っていうのがすごく意外でした。楽屋的なところがあるんですか？あ、楽屋あるんですけど、うん、もちろん別々、うんうん、一緒になることはないですし、本当恋人よ感覚みたいなもので撮影するのかなってすごい無知だったので、うんうんうん、イメージがあったんですけど、もうそうではなくって、はいはい、なんかそうガチガチにそういう場所でしてる。もうビジネスなんですね。じゃあよろしくお願いしますみたいな。あ、へえ。でもやっぱ監督さん、もちろんそのスタッフさん、うん、もう皆さんももう本当にもう真剣職人さんのような感じで、結構もっと言ってしまったらチャラめなイメージがあったんですよ、どうしても、はいはい、今日はなんか逆にそんな気持ちをしていてすいませんでしたっていう。へえ、そうか。なんかなおさらやっぱり AV は作品なんだよっていうことを、うんうん、やっぱりみんな理解してないといけないですよね。よくそれこそお風呂場で話すんですけど、あのこれから免許取るっていう子たちが、はい、あの運転の勉強するのにアクション映画は見ないじゃないですか。そうですね。だから、はい、セックスはこういうものなんだって思ってほしくないなと、うんうんうん、AV はエンターテインメントなんですよね、はい、もうファンタジー、うんうん、なので本当にあれは見せるためのセックス、うん、その見てる方が楽しんでもらうためのものなので、うん、教科書では絶対にないので、うん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 、そこは分かっていただけたらなと思います。そうですよね。仕事として演じてる人たちが仕事として映ってる人たちに囲まれてでそれをこう支持してる大人たちがいてっていうものすごい冷静な場所で撮影されてるものなんですよね。はい。この AV 業界あるあるとか、うん、AV 業界の決まりとか、うん、ルールみたいなのって何かありますか？なんかさっき言ってたそれこそその女優と男優は あのコミュニケーションをギリギリまで取んないよとか、なんかそういうこうあの実際に裏側を見た人じゃないと知らない、はい、なんかこうあるあるみたいなって。あ、基本現場中関わった方とは誰とも連絡先は交換しないです。へー。え、それは何回もご一緒してたりとか仲良くなったりしても？そうです。なんでですか？え、多分なんかもしそこで、うん、なんかこう私的感情が生まれたりとかしたらそれが作品に影響するんじゃないのかなとか、もしかしたらなんか当人同士がこそっとこうなんか連絡先とかはあるかもしれないです。私はなかったですし、うん、やりやすいなっていうなんか方がいたとしても、それは本当お仕事だけでのこう、うん、そうか、うん、それ以上その人に話聞きたいとかっていうこともあんまりなかったんですか？そうですね。へ、まあ、現場で、まあ、控室は別々ですけど、うん、撮影始まる前に本当たわいもない話をしたりとか、うんうん、まあそういうこととかは。へ、ね、女優さんと関わることも結構あったんですか？女優さんと関わることはそういういわゆる大人数が出てる作品ぐらいしか関わることはなかった、うんうん、じゃあなんか先輩に話を聞くとか、うん、その後輩にアドバイスするみたいな状況もあんまりないということですか？そうですね。ちょっと事務所的にあんまり関わってほしくないっていうのが、うん、ちょっとその当時の風潮としてあったかもしれないです。へー、うん、ほんとなんかバブルの芸能界事務所にガッチガチにあ、そうなんですだけど、違う現場で一緒になったりとかして、うん、仲良くなったりとか、うんうん、そういうのとかは結構ありますね。あんまり仲良くならないでねとか言われるんです実はそう言われるけどでももう本人たちすごい自由にしたりとか。そうか。あんまりね現場レベルで情報交換されちゃうと大人たち困っちゃうからギャラバラさせるそう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 でもそれはまあ、どの業界というかあれですけど、あんまりお金の話ってしにくかったりとかは、ね、昔はね、はい、昔はそうしたんで、うん、ガンガンした方がいいよお金の話はそうですね、ね、そうがいいです。自分たちで守るためにも。潮吹きの時は水をいっぱい飲むって話ありましたけど、はい、撮影前に気をつけることって何かあるんですか？食事とかそれお風呂とかセルフケアとか何かそういうのって何かあったんですか、うんうん、当時。でも撮影前に必ずシャワーをもちろん浴びたりとか。あ、直前で、直前で現場で、はい、へえ。それってすごい細かいこと言うんですか？もちろん。ヘアメイクした後、ヘアメイクの前。あ、選べます。へー、人によってじゃあ全部仕上げた状態で体だけめっちゃちゃんと洗う人と。はい、私そっちタイプでした。へー。 なるべく直前まで、うんうん、綺麗な状態でいたいっていうのがあったので直前派でしたね、うんうんうん、じゃあその体を綺麗に保って挑むみたいなことで、はい、特別なんかこう撮影日の前日になんかしっかり寝とくとかでもそれはもう、うん、
にしっかり寝とくと、あとご飯の量もちょっと調節するとか、食べ過ぎないようにとか、まあ、はい、まあね、そうか、めっちゃ裸が見えるから一番いい状態で、うん、本番前になんかちょっとこう腹筋するとかするんですか？パンプアップみたいな。それをしてる男優さんはいました。そうか、なるほどね、男優さんの方が。男優さんがもう直前までこう腹筋ローラーしてるとかあって、うんうん、あとやっぱ 気持ちをやっぱ上げるためにボディーソープ好きなのをいっぱいこう持ってってとかで、お気に入りの香りにしたりと か、そういうので高めたりとかモチベーションを上げるっていうのはありそう、うんうん、してましたね。なんかこう演出の中で実はこれ痛いんだよとか、あこれが入ってると、まあ、やるけど、いやこれかみたいな。あ、いやもうそれこそプライベートでは全然しないと思うんですけど、うん、なんかこう後転でんぐり返りみたいなの途中ブリッジみたいな、後ろにこう転がるみたいなので、はいはいはい、要はその自分の精液が上に来てる状態で挿入をするっていうのがあるんですけど、器用とか、それを結構その体勢保つのもすごい大変ですよね。それも要は画面越しで見ると顔と女優さんの顔と精液と、はい、挿入してるところが見えるっていうのが一つの絵の中に収まるから、はい、っていうのだから、まあそれもプライベートでは絶対ないことだと思うんですよ、うんうん、あんまきつかった好きですよね。きつそう。でもきついけどきつい顔しちゃいけないし。へえ、そうかそうか、それは確かに、あこ、まあ今日これかみたいな。でもちょいちょいそのやっぱ、うん、入ってるその挿入してるとこと顔っていうのが結構大前提なんかこう必要だったりとかするみたいで、うん、その体勢っていうのはやっぱちょこちょこ体勢がきつかったりとか、あ、ね、覗き込まなきゃいけないとか、はいはい、で当然きつい体勢の状態で女優さんですから綺麗に映らないといけないっていう、はい、そのなんか、うん、でそれこそなんか重力に反したなんか、ね、形でもなんかうーんって顔してるわけいかないし、可愛らしく映んなきゃいけないから、やっぱそういうのもじゃあこう、え、自分で仕上がった作品は見るんですか？全部ではない、たまに見るぐらいでしたね、うんうん、私はそんなに見れなかったです。そうか、恥ずかしいみたいな、こうちょっと、はい、とか、はい、でそれをまあ見て自分でなんか研究することもあるんですか？表情とか体勢とか体とか。そうですね、自分の見て、あ、次はこうしようかなって思うこともありましたけど、結構他の女優さんの方が参考になる方多かったかもしれないです。え、じゃあその女優になってからいろんな作品をやっぱ見るようになるんですか、他の人の。あ、それ仕事として見てたってだけで、うん、この辺では特に私は見てなかったですね、うん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 、もう研究として。はい、でなんかそのいろんな他の女優さんを見て、あ、こういう見せ方があるのかとか、なんかこういう喘ぎ方があるんだとか。そうか。あれもそうですよね、この人のセックスって見れないから、はい、他の人の作品見るしかないですもんね。で、すごくそれ見せ方が上手だなとか、腰遣いとか、そういうのは、はい、勉強しましたね。へー。